マイタウン市川。今回の特集は地域の防災リーダー消防団をお送りします。ぜひご覧ください。柏井町で梨農園を営む皆川圭介さん。この日は市川の梨新高が出荷の時期を迎えていました。お客様に安心してもらえて食べてもらえるようないい梨を作れるように日々努力してます。そう話す皆川さん、実は消防団員なんです。去年に大学を卒業してから17分団が、自分家の目の前にあるので、もう入ったっていうのはもうなんか必然っていう感じがしますね。柏井町で農園を営む高橋和弘さん。高橋さんの畑ではキュウリが収穫の時期を迎えていました。時々シーズンはやっぱりなんかイコールみずみずしいってことですね。水分が多ければ多いほどトゲが、キュウリ多いので、それもやっぱ美味しいにつながっていくってことですね。野菜作りへのこだわりを語る高橋さんも。皆川さんと同じく消防団員だったのです。家を継いでこれから仕事をするっていう感じで入ってみて、やっぱりいい先輩方に恵まれて楽しくやってます。地域住民で組織され防災リーダーとして町を守る消防団は、平常時非常時を問わずその地域に密着し、消火活動だけでなく住民の安全安心を守るという重要な役割を担います。8月に行われた千葉県消防操法大会で、柏井町宝目町地域を管轄する第17分団が小型ポンプ操法の部で最優秀賞を受賞し、10月19日に富山県で開催された全国大会に千葉県代表として出場。これは市川市初の快挙です。9月24日大野消防訓練場に第17分団の消防団員が集まってきました。これから全国大会に向けた小型ポンプ操法の練習が始まります。大会に出場するメンバーは岡本純吾さん、岡本茂雄さん、皆川圭介さん、高橋和弘さん、岡本浩樹さんの5人です。彼らは週3回のペースで市の消防職員に指導を受けながら練習を重ねてきました。その他の団員はサポートに回り、5人の技術向上に貢献しています。あ、いい？準備できた？持って収穫編入。午後8時、練習が始まりました。小型ポンプ操法は小型のポンプを使用し、20メートルホースを3本つなぎ合わせながら、およそ50メートル先の標的を放水で倒すまでの所要時間や操法要領などについて審査する競技で、1チーム補助員を含めた5人で構成されます。審査の要点は規律、節度、
臨床性、確実な動作、安全性、チームワークなどで採点の総合点およびタイム得点で順位を競います。チームの指揮者は他のメンバーに指示を出すリーダー、ホースを伸ばし火を消す役目も担います。一番員はパワーとスピードが求められるエース的存在。ホースをまっすぐに伸ばし、ホースをつなぎながらコースを駆け抜け、放水も行います。よし。2番員はポンプ操作を行うほか、飛び口という道具を使い、崩壊などの恐れがある危険箇所を壊す役目を担います。3番員は主にポンプ操作を担い、瞬時に適正な水圧に設定することが求められます。そして補助員は安定的に水をポンプに供給できるようサポートします。投資練習が終わると個人練習の時間。指揮者の岡本純吾さんは放水前のホースのさばき方を練習します。所定の位置についた後、余ったホースを手繰り寄せ、広げる。きれいな半円を描くようにホースを広げます。ちょっと引くのが早かったです。落としてから引くのが早かったんで、そこがちょっと鋭角になっちゃいましたね。そうですね、今で、まあ、だいぶ県大会から比べると仕上がってはきてる状態だと思いますけど、まだまだですね。操作始め。その頃、一番員の岡本茂雄さんはホースをまっすぐ伸ばす練習を行っていました。ホースの中心から1メーター1メーターの以内で伸ばさなきゃいけないんですけど、そこから先がちょっと曲がっちゃうんで、はい、このままだと大きく減点されてしまうんで、それをまっすぐ伸ばすようにしています。練習は繰り返し行われ、精度を高めていきます。速さと正確で確実な動きが求められる小型ポンプ走法。千葉県代表という誇りと自信を持って大会に挑むため、この日の練習も午後10時過ぎまで行われていました。今41秒5ですね。41秒5まで行っておりまして、私たち目標としているタイムが41秒5なんですが、練習での41秒5、本番で出るわけないんですね。本当に41秒5に近づけるかというための訓練をやり日々続けております、はい、そうですね、私は41秒5、その中で、しっかりした試技ができれば優勝できると思ってます。10月19日、富山県を会場に第26回全国消防操法大会が開催されました。この消防操法大会というのは、我々消防団のいわば甲子園大会のようなものでありましてですね、願うならば全国制覇を目標として、本日の大会に臨んでもらいたいと、そのように思っております。小型ポンプ操法の部、参加25チーム中8組目に登場した第17分団。目標にしてきた舞台で練習の成果を発揮していきます。その結果は、千葉県代表市川市消防団タイム42秒58、第17分団の成績は14位、関東賞となりました。
そうですね、練習を始めて約9ヶ月この全国大会に行くまでで8年間、思い続けて、まあ、実際晴れの舞台に立ってで今までやってきたことを全てを出し切ったかなっていうふうに思ってます。まあ、夢の舞台に出れて、緊張はしましたがしっかりやり抜くことができたと思います。たくさんの人に支えられてここまで来れたことを感謝して、これからも私生活でも頑張っていきたいと思います。長年の夢だった全国大会に出れてすごく嬉しかったですし、またこれからも日々の訓練練習等も頑張っていきたいなと思っています。9ヶ月間、指導員、分団員、職員の皆様と一緒に頑張ってきて本当に、やり抜いて、頑張りました。補助員として無事メンバーの皆を支えていくことができて本当に良かったです。今まで感謝、今支援していただいた方々の感謝を申し上げると同時にこれからの訓練や仕事を頑張っていきたいと思います。全国大会に出場した団員の功績をねぎらう慰労会が行われました。会場には渡辺博道復興大臣をはじめおよそ150人が集まり、市川市初の快挙を成し遂げた団員らの健闘を称えました。この練習で培った、放水技術等を生かしてですね、地域防災リーダーとして、今後はですね、地域の皆様のためにお役に立てればと思っております。まあ、消防団というとちょっと堅苦しい感じかもしれないですけど、まあ、実際入ってみると本当に和気あいあいとして楽しい消防団だと思うので、老若男女問わず募集しますのでよろしくお願いします。市川の地に人が住み始めたのは約2万5000年前の旧石器時代に遡ります。以来貝塚が数多く発見されている縄文時代、日蓮と法華経寺に代表される中世、行徳の塩作りが盛んだった近世など現代に至る長い時の流れの中で数多の人々がこの地を訪れこの地に暮らしてきました。そんな人々の活動の痕跡が市川の歴史を形作り、現代を生きる私たちに地域への愛着と未来への教訓を与えてくれています。この市川の歴史を紹介する施設が考古博物館と歴史博物館です。考古博物館では平田一丁目から出土した5000年前のコククジラの骨が、歴史博物館では昭和の初めの市川町と中山町の町並みを描いた鳥観図が来館者を迎えてくれます。両館とも市内の小学生が授業の一環として訪れ、火起こし体験や複製した縄文土器によるアサリ汁の食体験、昭和30年代の衣食住に関する生活道具に触れる体験などをしています。市川の長い歴史を探求し未来への道しるべとするためにも多くの方に博物館を訪ねていただきたいと思います。15日文化会館小ホールで市川市自治会連合協議会大講演会を開催します。講演会のテーマは高齢者の健康維持と病気の予防。講師に河野大病院の杉山晴人病院長を迎え、肺炎で寝たきりにならないために自分でできることについて講演します。その他ラーラマンドリンクラブのコンサートも行われます。時間は午後1時30分から3時30分まで。会場は午後1時からで先着440人となりますので、参加ご希望の方はお早めにお越しください。事前申し込みは不要です。次回の放送予定です。10日からのマイタウン市川の特集はスポーツの秋、体を動かそうです。ぜひご覧ください。